風魔小太郎と望月千代目の前に服部半蔵、崇徳上皇、悪老王葵が現れ、忍びの掟を破った小太郎に対して半蔵は決着をつけると言い残す。一方、機動丸を失い悲嘆に暮れる魔界州に鶴姫は己の責任を述べるが、ジライアはその鶴姫を一蹴し立ち去ってしまう。前田刑事はそんな鶴姫に手を貸そうとするが、大堀安房は刑事に余計な口を挟むなという。安倍の生命は越智康成と刑事、鶴姫と安房で戦うことを指示する。刑事たちが負ければ二度と鶴姫に関わらないことが条件にされる。激しい戦いの末、安成が安房をあと一歩のところまで追い込むが、鶴姫が止めに入り決着がつくことを止めさせてしまう。安成は安房に妹である鶴姫を頼むと言い残し去っていく。藤原の住友は末高房の首を狙い、住友と俵の淘汰、高房と霊勢高豊との戦いが始まる。戦いの途中、久喜義孝が現れ黒魔術軍に加勢し、住友たちは劣勢になるが、突如久喜が裏切る。久喜は己の考えがあると高房に言うと、高房はそのまま去っていく。戦いに立ち会っていた崇徳上皇もその場を離れようとしたが、突然胸を押さえる。それは生命による呪詛返しで、自らの命を引き換えに崇徳上皇を葬り去ろうとしていたのだった。その頃、小太郎には危機が訪れていた。望月千代目を人質に半蔵と桃地三太夫が迫る。ジライアが小太郎に加勢し、小太郎、ジライアと半蔵、三太夫の戦いが始まる。激しい戦いの末、服部半蔵がジライアを倒し、三太夫がジライアにとどめを刺そうとした時、機動丸と加藤団蔵が現れる。機動丸の活性眼と小太郎団蔵の連携で三太夫を倒す。しかし三太夫と半蔵を崇徳上皇と悪老王が救い取り逃がしてしまう。死んだと思っていた機動丸は生命による変わり身の術であったことが判明。一方、黒魔術軍を救い高房に貸しを作った崇徳上皇と悪老王はその場を去る。団蔵は時止めの術の多用と機動丸の活性眼の代償でその魂は限界を迎えていた。最後に団蔵の望みを叶えるという生命に団蔵は小太郎との戦いを要求する。悲しい戦いの末、団蔵の魂は消滅するのであった。